はい、皆さんこんにちは。本日の動画は前回ですね、プロクラブの無地 T シャツのご紹介をさせていただいたかなと思うんですけども、まあ、今回もですね、引き続き無地 T シャツのご紹介になります。まあ、前回のプロクラブを購入した時に、まあ、同時にね、同じく無地 T シャツを購入しまして、これからの季節、無地 T シャツ着る機会すごく増えてくるかなと思いますので、ぜひね、気になる方は最後まで見ていっていただけると嬉しく思います。はい、ではもう早速ご紹介に移れればと思うんですけども、まあ、僕はこんな感じでファッション系のコンテンツを中心に日々動画投稿しておりますので、ぜひ少しでもいいなと思っていただけたらチャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。 Instagram の方もやっておりますので、気になる方はねこちらもチェックをしてみてください。はい、ではもう早速いっちゃいましょう。はい、では早速商品のご紹介に移れればと思うんですけども、本日僕がご紹介させていただくのはこちらのユナイテッドアスレのヘビーウェイト T シャツになります。こちら今回僕は L サイズを購入させていただきまして、お値段が1790円になります。なので、まあ、ユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツよりは、まあ、ちょっとだけ安い価格設定にはなってますね。こちらなんと 9.1 オンスというですね、 T シャツにしてはめちゃくちゃ厚い生地感になってます。はい、ではね、まず着用感動画で見ていただければと思いますので、そちらをご覧ください。はい、いかがでしたでしょうか。というわけで今ね着用しているんですけども、実際の着用感はこんな感じになってます。身長178センチ、体重64キロで L サイズを購入してます。はい、XL だと結構大きいかなっていう印象があったので、まあ今回 L サイズを購入させていただいたんですけども、まあ個人的には L で問題ないかなとは思いますね。はい。まあ、ただ、洗うとおそらく、これコットン 100% なので、縮みが出ると思うので、まあ、そこも踏まえて XL 購入してもいいのかもしれないですね。まあ、シルエットとしてはですね、前回のプロクラブのシルエットと、まあ、結構似ているかなとは思います。身幅もある程度広いですし、肩もね、こう少しちょっと落ちているような。まあ、何よりやっぱりこの素材感ですかね。まあ、夏場白 T とかで透けたりするのはね、結構ちょっとかっこ悪いなって個人的には思っちゃうので、まあ、このぐらいしっかり厚手の T シャツだと、透ける心配もないので、すごくいいですね。まあ、ネックも程よくこう詰まっていて、前回のプロクラブの方がネックは詰まっているんですけども、これも結構狭めの設計ではあるので、全然問題なく着れるかなと思います。で、こちらの T シャツに関してはですね、まあ、色展開は、前回のプロクラブよりかはちょっと少なくてですね、5色展開になってます。このホワイト以外にもブラックとか、あとはなんか薄い水色とかもあったりはするので、そこは結構好みで着ていただいたらいいのかなとは思いますね。はい。コットンの T シャツはですね、洗濯をするとどうしてもやっぱりこう、シワができちゃったりするので、まあ、スチームアイロンとかは必須になってしまうんですけども、この T シャツ結構夏場でもですね、1枚で大活躍する T シャツかなと思いますので、まあ、気になる方はね、ぜひチェックをしてみてください。
はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日の動画はこちらのユナイテッドアスレの 9.1 オンスの厚手のですねビッグシルエット T シャツのご紹介をさせていただきました。まあこの夏大活躍間違いなしの T シャツかなと思いますので、気になる方は概要欄にリンク貼ってますのでそちらからチェックをしてみてください。はい、というわけでまあ本日の動画こんな感じで終わらせていただくんですけども、まあ僕はファッション系のコンテンツを中心に日々動画投稿しておりますので、ぜひ少しでもいいなと思っていただけたらチャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。 Instagram の方もやっておりますので、気になる方はこちらもチェックをしてみてください。はい、ではね、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。